程度でこの YouTube チャンネルの目的などを話します。この中で一番大きい目的はですね、赤字の人に見せるつもりが一切ないってことです。 YouTube をやっているんですが、今のところは人に見せるつもりが一切ありません。公に出してもいいくらいの情報というか、なんかそういうことはしますけど、人に見せるつもりは一切ありません。 YouTuber って感じですよね。上とかも見せないですから。で、目的などは3つあります。一つ目、独り言ですね。なんか喋りたいなと思った時に、あんまり人に喋ってはなんか、よりは残しておきたいな、アメリカか何でも残しておきたいなと思う時のための独り言、喋りの練習みたいな感じですね。二つ目は自分のアウトプット。三つ目は YouTube の使い方の練習。僕はアルバイトで YouTube チャンネルを運営してるので、その練習みたいな感じですね。はい。